シイノキ林です。シイノキがたくさんこの境内のところに植わっております。岩清水神社の境内にシイノキがあります。シイノミです。これシイノミと言います。食べれます。子供の時山にありました。シイノミ岩清水神社の境内に落ちてます。岩清水の神社の展望台からの撮影です。今映っているのは五香橋です。古い橋と新しい橋が映っております。